しじみだに1こんなにカモのよらないこともないもんだもうしわすという月でまるっきり影も見せない風でもひいているようない声でこういうのが聞こえたもう10年も昔だったか沖ノ島のシャキの崩れた年高にカモのよらないことがあったなむあみだなむあみだ別の声が歌うような調子でそう言ったバカな相手だ これじゃあまた明日は寝て暮らすが出てこなけりゃあよかった。両場が変わったのも確かだ、巣の花の千本食いからない子の尻へかけて去年はだいぶ取れたという話だ餌が偏るからだろう。片方は水花をすすってブツブツ口小言を言ったりしながら彼らは次第に湖の方へと遠ざかっていった。矢之助はやがて。 稲村の影をそっと出た。辺りはまだ暗いが、もう間もなく明けるのだろう。気温は、厳しく冷え始め、二日間何も食べていない彼の全身は、感覚を失うほど凍えてしまった。しかし、もう一つ丘を越えればいいのだ。足を強く踏みしめたり、両手でムクをたたいたりしながら、石ころの洗い出されている歩きにくい坂道を登ると、松林には、 行ってゆるく右へ曲がるそこから十丁ほど行ったところで道が二つに分かれ左へ行くともう青木村の地内だった下り坂にかかると沢の音が聞こえてきたしじみ谷の流れである琵琶湖に向かって下る鈴鹿山脈の下鹿市がもうほとんど平野に接する地形で谷といっても深くはない高さ三十軒ほどのなだらかな丘と 他に挟まれた教官を犬上川へ落ちる川があって質の良いしじみが多く取れる湖畔の村々へ種し,しじみとして出すくらいでしじみ谷という称名もそこから来たのだろう子供の頃から二十四年浅名優奈に耳慣れたその水音を聞いて矢之助は胸がいっぱいになり涙がこみ上げてきたとうとう帰ってきた生きてあの水音を聞くことができた 心の中で双剣焼きながら、杉林を抜けくぐりつつ、かなり、勾配の急な坂を下りていった。土橋を渡り、平地へ出たところから、朝畑になる。彼は、裸になった。その朝畑の細いあぜ道へ入り、藪を回って、地蔵堂の横へ出た。そこから一段低くなった杉林の中に、自分の家があるのだ。彼は、 道なりに行くのがもどかしくて、地蔵堂を過ぎたところから、下の畑へ飛び降りた、もう一またぎが、杉林を突き抜ければ、我が家の瀬戸である。しらみ始めた未明の光の中に、もう家の屋根が見える。おっ母さん。彼は、そう呼びたい気持ちで駆け出したが、杉林を出ようとして、足を止めた。栗屋口から、10日の光がちらちらと見え、 人の声が聞こえたから、家には母親のゲと妻のおじかしかいないはずだ。しかし、今そこから聞こえてくるのはどちらの声でもなかった。彼は耳を澄まして誰の声か聞き取ろうとした。すると、どうかがふと消え、話し声が絶えて表から誰か出ていく様子だった。彼は素早く瀬戸へ駆け寄り中の気配をうかがってから、 おっ母さんんと低く二度呼んだ答えはなかった。それで裏戸を開けて飛び込み、すぐ後を閉めながらもう一度読んだ。しんとした家の中には、誰のいる様子もない、わらじを脱いで上がってみた。炉の残り火に鍋が吊ってある。けれども、母も妻もいなかった。では今出て行ったのが母とおじかだろう。彼は炉にかけてある鍋の蓋を取ってみた。 粥のようである全土さめを開けて、ワント箸を取り出すと、震える手で粥をつけた、まるで飛びつくように一箸二箸食べかけたが、あまり舌触りが変なので、よく見るとそれは冷えであった。かき回してみたが、一粒の米もない、全く冷えばかりのかゆなのだ。そうか、矢之助は、宗賢焼いた、こんな苦労していたのか、あのおっ母さんが。 冷えだけの粥を食べるなんて随分気は激しかったが三杯食べるともう喉に通らなかったそしてともかくも温まり空腹感が収まると今度は二日三夜の疲労がいっぺんに出てどうにも起きていられなくなり何度へ入って倒れるように横になった家に帰ったよまた次郎彼は手に当たるヤグにくるまりながら。 死んだ友達にこう呼びかけた。これからどうなるか分からない。けれど、ともかく、しじみ谷の流れの音を聞き、自分の家の難度で寝ることができる。お前が生きていて一緒に帰ったんだったらな。死んだように熟睡していた彼は、ああという鋭い叫び声で跳ね起きた。長い間の落ちうど暮らしで、意識より、肉体の方が、危険を先に感じる。 反射的に羽をきてから、彼は、ようやく目を開いた。襖を開けて、そこに母が立っていた。髪は、ほうけた足の鼻のように灰色だった。腰は曲がっていた。だらっと抜けたように垂れている手は、まるで枯れ木の枝のように痩せていた。けれども、それは、母に違いなかった。お。母さんと呼ぶ彼の声を聞いて、母親はひいという風な、喉を絞るような叫びを上げ、 両手で顔を覆いながら、そこへ、一つくねのぼろのように倒れた。にしじみを取りに行ったのさ、そして、五條下まで売りに行ってきたのさ。母の話はそこから始まった。もう長いことそれでしのいできた。田も畑も売った。着るものも家財道具も売れるものは、みんな売ったあげくただ頼りになってくれたのは、西畑の親衛さん一人、あとは、村中が敵になってしまった。 ももう生きる力ななくなっていたところだ彼は歯を食いしばりながら聞いていた。安油の焦げる音が雪になった夜のしじまに悲しい剣や気をあげている。ここは元沢山城の主石田三成の領分であった二年前慶長五年七月領主一代の合戦があるため心ある者は陣へ参って働くようにというふ礼が回った。 挑発でないために、大抵の者は、見ぬふりをしていたが、このしじみ谷からは、彼と西畑の又次郎と、川端の言語の三人が出た。その時は、村中がお祭りのような騒ぎをやり、幾代も祝い酒でにぎわったものだ。おかげで、青木村の名も世間へ出る。一つ三人に、大将首でも取ってもらうんだな。渡るこれさんが年役だ。頼むぞ。 あとのことは引き受けたからな。家族も田畑も、あとは村中で引き受けた。どんなことがあっても案ずる必要はない。ご領主様のためにしっかり働いてきてくれ。みんなが口々にうるさいほどそう言った。矢之助は、四十日ほど前に嫁をもらっていた、村名主を務め、川野辺玄兵衛と名字を許された旧家の三女で、名をお,おじかと言い,い1七歳だった。 嫁の実家が庄屋に次ぐ休暇なので三人の中でもとりわけ彼は騒がれたし後のことは心配するなという言葉も信じていいと思ったのであるしかしただ貝浜家戦になった彼はもちろん合戦の経緯など分かりようがないはじめにだに使われたのを間もなくまた次郎と二人槍足軽に挙げられ関ヶ原の陣に加わった 9月15日の合戦には、槍を振るって敵と戦いもしたが、これとても全く夢中と言っていい、揉み返す旗刺し者の、渦やひらめく槍刀の凄まじい光や、ガーッガーッとしか聞こえない共感の声が、おぼろげな印象に残るくらいである。あとは、雨上がりで、戦場がひどく抜かり、進むにも退くにもひどく苦労だった。そのことだけは、 不思議なほどはっきり覚えている負け戦になり崩れ出した時又次郎が討ち死にした背中から胸へ銃弾で射抜かれたのであるそれからは敗走する兵と一緒に北へ逃げ西へ逃げ散り散りバラバラになって方角も知れずうろつき回った沢山は関東勢が固めているというし石田軍の落ち湯とは捕まり次第に首を切られると聞いて 負け戦になるまでそれほどでもなかったが敗葬を始めてから命が惜しくなった非常に惜しくなったどうかして生きたい生きてもう一度故郷の産賀を見母や妻に会いたいと思った合戦で死ぬなら諦めもつくがここまで生き延びて殺されるのは嫌だどうかして生きたい母やおじ父の顔を見るまではどんなに慕って生きてみせる矢助は 執念のように、ただ、その一つを思い詰めた。どこへ行っても、関東軍の兵馬がいた。彼は、山城国高塚というところで、苦し紛れに、その二打役の中へ紛れ込んだ、彦坂という大将の二打で、そこから伏見へ行き、さらに京へ登った。この間に、領主の石田三成や安国自衛権や小西行長などという大将が捕らえられ、 今日の六畳河原で切られたたことを聞いた沢山地内は俗称の磁器量だから、戦技も一段と厳しいそうだ。そういう評判はどこでもしていた。彼は、故郷を案じ、母や妻の無事を念じながら、しかし、帰る決心はつかず、彦坂商業部の小物の中で、一年余り過ごした。そして、今年の夏、東海道に、 各駅天満のせいが定められ、彦坂商業部が、その事業の裁量にあった縁から、近江の水口駅の天満問屋へ入り、その権利役になることができた。これで、身の落ち着きが決まった、事情によったら、母と妻を連れ出してこられる、そう思うと、矢も盾もたまらなくなり、危険を冒して帰ったのであった。その頃沢山へは いい直政という大将が新しい領主として収法してきた。事務省の旧期領として厳しい御膳義だったというから新領主のハットは重いものに違いない家や田畑は,はどうなったろう母や妻はどんな身の上に落ちたろうかそういう不安と恐れに心をおののかせて帰ってきたのだが事実は全く予想に反していた。 ももほとんど失い、家財道具ななくなった。母は老いの実でしじみをたり、にり先の城下まで売りに行って、かつかつ冷えかゆをすすって生きていた。しかし、それは、領主が変わったためでもなく、事務正直漁の民だったからでもない。原因は、すべて村人たちにあった、負け戦となった時から、村人たちは、寝返りを打つように態度を変えたのである。 関ヶ原の合戦が終わると、田中兵部という大将が、この付近の観察に当たり、石田軍の兵となって出陣したものまた、敗戦後に既存したものは届け出るように、もし、非して直舞うような場合は、きっと申しつけるであろうという厳重な不礼が回った。川端の言語は、関ヶ原の合戦の始まる前に帰っていた、怪我をしたと言っていたが、実は、 戦が恐ろしくて逃げ帰ったという噂が立ち、自分でも後ろ暗かったものか、ほとんど世間づきあいをせずにいたが、その震えが回ると、急に元気になり、大手を振ってのしまわりだした。渡るこれと、または槍足軽になって、関ヶ原の合戦へ出た。けれども、俺は、足をくじいて途中で帰ってきたんだ。俺は、二打人足で、関ヶ原にも関わりはない。 しかし、あの二人はただじゃあ済まない。もし帰ってくれば捕まって切られる。だって、あいつらは、槍を持って、軍勢の中で戦ったんだから。言語は、とくとくとこう言い回った。何しろ総大将であり領主だった三成はじめ、小西、安国寺などという偉い人たちさえ、探し出されて捕まり、罪人のように首を切られた。その他、この付近でも、 関ヶ原崩れが幾人となく捕らえられそこで切られたり本陣へ引かれていって打ち首になったりした言語の言葉がなくとも西畑の家族や矢之助の母は生きた心地もなかったのであるそれでもいざとなったら村人たちが見捨てはしないきっと力になってくれるだろうと考えていたら庄屋の沼田六平次がまず他を取り上げた自分のものが五反 後の五反は庄屋から借りていた。その五反を取り返されたのだ。それをきっかけのように、村名主が来て、嫁のおじかを連れ去った。親類にもお咎めがあるそうだから。玄武衛はそう言った。幸い、まだ子供もできず、祝言して40日余りの、妻とは名ばかりの縁だから、それは、うむう言わさぬやり方だった。荷物もきれいに持っていた。 村人たちは全く寄りつかなくなり、聞こえよがしに悪口を投げつけた。百姓は百姓でいるがいいのさ、柄にもなく戦場へのさばり出るから、こんなことになる。兜と首を上げるなんて威張っていたが、今度は自分の首が危ないじゃないか。文在を忘れたお先走りの罰だ。そんな悪口は、泣きながらでも聞き逃せたけれども、収穫が終わると、 さらにひどいことが行われた。庄屋の田から上がったものは言うまでもなく、自分の電池から取れたべで、母の手に渡ったのは5票に過ぎなかった。理屈はいろいろあったが、今年の策は、みんな、村の者がやったのだからというのが主だった。西畑でも同じことさと、母親は、震える手で涙を拭きながら言った、働き手の又さんが出て、あとは、 寝たきりの平助さんを抱えた若い親衛さん一人、どうなるものじゃない、やっぱり村の衆の手を借りなければならなかった、それで出来やきに受け取った米が6票だ。そんなもので、節気の払いができるわけはない、手に取った米を右から左へ、一粒も余さず渡して、なお、電池を少し売らなければならなかった。西畑では、老夫が中期で寝たきりだし、 薬代というものがあるためもっとひどかった。売るものがあるうちは売って食った。それがなくなったからとて食べずにはいられない。親井さんと相談して畑にできるものをご紹会しおっていった手作りの屋根でうなぎや船を取って持ってったこともある。秋から春のかかりまではしじみだ。しじみは侍長屋で一番よく売れた。そうすると。 村の衆が勝手に取っちゃいけないと言い出した。お前も知っているだろう。しじみ谷のしじみは、この家の三代前野兵というご先祖様が、刀から移したもんだ。日本柳から、横橋までの御丁が、行け場になっている。その御丁の上下にるべを打って、村で定めたものの他は、水へ入ってもいけないというんだ。仕方がない。あたしと八重さんは、日本柳の上まで取りに行くのさ。 雪が降ろうと風が吹こうと、暗いうちに起きて、あの道を二十歳町も登って、しじみを取るだ。それから、片道二里の五条界売りに行くだ。そうして冷えかゆさえすすれない日が、幾度もあったものだ。母の灰色になった髪の毛が、心のふんりを表すかのように、うっ。矢之助は、その夜どうしても眠れなかった。頭は燃えるようだ。手のひらには、油汗を握りながら、 むも足も氷のように冷え、休みなしにわなわなと震えた。抑えようとすればするほど、ふんどが逆に突き上げてくる。何もかも千に負けたからだ、村のものが悪いんじゃない負け戦のためだ、人間は、誰しも自分が可愛いのさ。そう思うあとから、しかし、千に負けたのは、俺のせいじゃない、軍卒になったのも、自分の欲からじゃあない。 お触れが回ったたから出たのだその時村の者たちは己らの責任が逃れたのを喜んであんなおためごかしなバカ騒ぎをやったじゃないか一体彼らはこの戦でどんな損をしたというんだ彼は叫び出そうとするのを抑えるためにヤグの袖をかみ野獣のように埋めいたまだ暗いうちに表の戸を開ける者があった 眠れずにいた矢之助が出て行くと、親絵が雪まみれになった傘や美濃を脱いでいた。おばさん、おはよう、今日は行かないでしょう。そう言いながら振り返った娘は、そこにいるのが原女でないのを知って息を引いた。まあ、まあ、渡るのさん。矢之助だよ、親絵ちゃん、帰ってきた。兄さんは、八重は、じりじりと、後ろへ身を引きながら、 恐怖にに打たれたたれ人のように声を震わせたそして、あ、兄さんは、上へ上がりな、今炉の火を作るから。四、朝の光がすすけた障子を寒々むむと染め出した。それで、炉の火の乏しさが一層際立ったように見える。矢之助は、関ヶ原の話をしていた、又次郎が、どんな風に討ち死にしたかということを、もう親へは泣いてはいなかった。 現女が息子の生きていることを信じたように彼女は兄が死んだものと諦める習慣がついていたのだ母がかまどへ立っていた矢之助はお八重の襟足に強く目を引かれた2年の間にすっかり娘らしくなっているそういう艱難なな生活に痛められながら若い命はいささかのためらいもなくみずみずとそのつぼみを膨らめている 髪もつやつやとしてきた、うるみを帯びた目つき、鮮やかに赤く湿った唇、ちょっと手を触れても赤くなる、豊かな方、陰の深くなった声にまで、聞く者の心をそそるような一種の響きがあった。ちょうど、おじかの年になったのだな、そう気がついた彼は、かまどの方に気を配りながら、去っていった妻のことを聞いた。 おただしさんは泣いていましたお八重も、声を潜めながら囁いた。でも、あの人は、あの通りおとなしいから、どうしてもここにいると言い張れなかったのでしょう。家へ帰っても泣いてばかりいたと聞きました。今どうしているか知らないか。この頃は、どうしていらっしゃるか。駄賀宮の秋祭りには、きれいにお作りをして、お姉さんたちとお参りに行くのを見ました。出て行ってから、 一度もここへは来なかったんだね。来たかったんでしょうけれどね。親へは、そこでまたおじかがおとなしいから、親兄弟に言い込められてどうしようもなかったのだろうと言った。確かに、そうだろう。自分の意思というものを持たないかと疑が割れるほど、おじかは、従順一方のおとなしい女だった。確かにそれはそうだが。わたるこれさんこれからどうするの、親へは。 こう言って目をあげた、あなたの帰ったことを知れば、村の人たちはきっと黙っていないわ。沢山へ訴えるとでも言うのか。おばさんに、こんなひどいことをしてきたのだもの。あなたが帰ってくれば、仕返しをされると思うに違いないわ。お正さんとのことだって、このままじゃ済まないでしょう。だからきっと訴えるに違いなくってよ。俺は、お母さんとおじかを迎えに来たんだ。矢野助は、 ちょっと間を置いてから行った、母子三人の落ち着き場ができたから、そこへ行けば、どうやら不自由なく暮らしてゆける、関ヶ原崩れなどとも言われずにな。そうなさるがいいわ、ここに未練を残すことはなくってよ、渡るこれさん、あたしだって身軽にさえなったら、一日もい,いやしないわ、親へは、きつく歯を食いしめた、すぐ行っておしまいなさいよ、おばさんだってその方が幸せだわ。しかし、 俺は行かない。俺はしじみ谷にいるよ。親へは、びっくりしたように口を開けた。矢之助は、自分の右手を上げ、手のひらを開いてじっと見つめながら、重たく沈んだような声でこう言った。あの年になったおっ母さんを、今さら他国へ連れて行くのはかわいそうだ。ここには、ご先祖の墓もある。おじかという女房もいる。俺は、このしじみ谷で暮らすよ。 おただしさんを八重の方がビクッと引きつるように見えた。だって、それ、それじゃ、あなたは捕まってしまうわ、渡るのさん。そうかもしれない、しかしそうでないかもしれないよ。そうでないかもしれないって、何か捕まらずに済む仕方があるんですか。やってみる矢之助は、開いた手を固く握りしめながら言った。人間は、ある場合、自分や家族の安全を図る前に。 しななければならぬことがあるもんだそういう時にぶつかったらやっぱりその方を先にするのが本当だ。俺は夕べ一晩眠らずに考えて決めたことがあるそいつをやってみるつもりだ。言い終わるとすぐ矢之助は立って南度へ入っていったそこへ原女が上がってきた5。矢之助はその午後になってどこかへ出かけた。 そそしてそれっっきり帰らなかった玄女は落胆のあまり気の抜けた人のようになり親へが来てしてやらなければかゆもこしらえず一日中何度で横になっていたすると7日目になって村名主の川延玄永がやってきた陣屋からおめし場が来たという何やら落ち着かない不安そうな様子だったおめし城は私に来たんですか お前さんにだ、庄屋と村名主、自死相談が一緒に出ろということだ。玄米は、こう言って、玄女の目を見た。ことによると、渡るこれさん捕まったのかもしれない。矢之助が捕まった。これだけ付き添って、お前さんに出ろというのは、その他に、わけのありようがない。もしそうだとしたら、はっきり断っておくが、おじかとこの家との縁はもう切れているんだよ。 1一年前に、ちゃんと縁が切ってあるんだからな、それを忘れちゃ困るよ。玄女は聞いてはいなかった、大きく見開いた目であらぬ方を見つめ、手をわなわなと震わせながら、口の内で、ただ矢之助矢之助と倹約ばかりだった。庄屋の沼田六平次、名主の玄兵衛、自死相談の九八、それに、村の若い者が5人ついて、雪解けの抜かる道を、まず、 高宮の陣屋へ行ったすると、そこで身分や名を書き取られ、警護の者が十人ついて沢山へ送られたが、その時玄女には、老いの身に遠道は苦しかろうと馬を与えられた。庄屋や名主たちには、意外なことで、それなら矢之助が捕まったのではなかったのかという疑いが起こった。沢山へ着いたのは日暮れ前である。城は、 石田氏滅亡の時炎上し、城下もほとんど焼き払われたが、いい直政が集荒してから、狩城が築かれ、町屋もどしどし建てられて、2年前に劣らないにぎわいを見せていた。彼らは、城内の侍長屋のようなところで、一夜を明かした。翌朝、早く呼び出しがあり、源女と3人の村役は、銀味書の庭へ連れて行かれた。板屋造りの仮不信だが、 城中のことで意義厳しく、庭周りには、槍を持った足軽が警護に立った。彼らが、儲けのむしろに座ると、すぐ、二人の晩卒に連れられて、矢之助が出てきた。初めに見つけたのは原女で、いきなり矢之助と叫びながら跳ね起きた。非常な力で飛びついて行こうとする、押し止めた庄屋と名主をずるずる引きずるくらいだった。ようやく取り沈め。 矢之助の座も決まると、やがて、正面の広縁上、45人の武将が現れた、皆腹巻姿であるが、中に、一人だけ、白い大口をつけている人物がいた。背の低い、肩の怒った目の大きい、精悍な風貌である、自分は吟味奉行いい又左衛門であるその人は、よく通る声でこう言い出した。そして、村役たちや玄女の名を呼び上げ、 やのすけを見知っているかと尋ねた。みんなは、そういないことを答えた。また、左衛門は、そこで川野辺玄米に呼びかけ、その方は、娘を、やのすけの嫁に使わしてあるかと尋ねた。やのすけはさように申しているがどうだ。恐れながら、玄兵衛は、激しく頭を振り、賢明な声でこう答えた。一旦嫁に使わしたことは事実でございますが。 一年以前に、矢之助母と談合の上離縁をつかまつりました。これは、村一等をよく承知しております。ただいまでは、いささかの縁もござりません。良人たる矢之助の留守中、その承諾なしに妻を離縁するというのは、不審に思うが、恐れながら、矢之助は、百姓の分際をもって、先頃の合戦に加わり、 負け戦になりまして厳しい御仙義のかかった者にござります。俗称の兵になるような者には、親として娘を使わしおくわけにはまいりません。俗称とは何者を指すのだ。玄衛はちょっと詰まった。それは先の、自分の将く殿でござります。また左衛門は眉をしかめたが、庄屋と実相代に、玄衛の言い訳が間違いないかどうかを確かめた。二人は 両家の離縁を認めた。ま、た左衛門は次いで、矢之助の留守中、今日まで、誰が、老母の面倒を見たかと聞いた。ご両主様をはばかりつ,つましみまして、村の者は、一切近づかぬことにしておりました。庄屋六平次が答えた。よくは存じませんが、同じ、村に又次郎と申して、やはり関ヶ原へ出た者の妹がおります。これが世話をいたしておるとやら。 聞き及んだように覚えまする。確かにそういないな。また左衛門は念を押し、その娘を召し出した上重ねて戦技すると言い,い、その日は、それで吟味を終わった。明くる日すぐかと思ったら、そのままで七日置かれた、後で分かったのだが、彼らの出た日に、お八重の父平助が死んだので、初七日の済むまで召し出しが延ばされたのであった。かくて、 8日目に2度目の吟味が行われた。6。くだくだしい順序は省こう、その日はお八重の尋問から始まった。彼女はまるで自分を投げ出したもののように、何でも思い切ってズバズバ物を言った。御千里のかかっている人の母子のお世話するのは、ご領主様に申し訳がないとは存じましたけれど。 考えてみれば、私も同じ身の上でございますし、現に、その日のことにも不自由しているのを見ましては、とても黙ってはいられなかったのでございます。しかし、その方の家には、だが八胆よ、矢の助方にも同じほどあったというではないか、それらのあがりがあれば、老母一人その日のたつきに困るはずはないだろう。それでも、親へは、面を上げていった、村から、 私の家へ渡りました米は6票。矢之助さんの家へは5票切りでございました。それでは、節期の払いもできませぬ。私方でも、矢之助さんの家でも、その米は、そのまま渡した上、物を少しずつ売らなければ払いが済みませんでした。その5票6票という割は、どうして出たのだこう言って、又左衛門は、庄屋の方を見た。六平次。 その方を知っておるか現部へどうだ庄屋も名主もよく知らないと答えた。村中で相談したことで自分たちは関わらなかったというのである。そこで自主相大が問い詰められた。九八は真っ赤になりムを縮めながらあまり筋の立たぬことを答えた。両方の他は働き手が留守でござりまして。 村の者が手分けをして、柵をつかまつりましてござりまして、負け戦なら損をするわけもあるまいから、ということになりましたものでござりまして、名主様の観光で、それなら日雇い割りで分けるがよかろう、という話し合いになったものでござりまして、それでもってからに、もうよい、それで分かった又左衛門は、首を振りながら叫んだ、源兵衛。 ただいま98の申したことに誤りはないか。名主は平服するばかりだった。また左衛門は、さらに余八十に向かって、それ以来、今日までどのように暮らしてきたかを聞いた。親へはすべてを語った。それは、矢之助が、母から聞いたよりも詳しく、しかも、生々と鮮やかだった、しじみとりを始めて、村の者から、川筋五長を禁じられ。 そのあとは、二十歳町も、険しい道を遡って取らなければならなかったというところまで来るとたまりかねたのだろう。矢之助は、食いしばった歯の間からうめき声を漏らせてすすり泣いた。尋問は終わった。一時と心となった吟味書の定上に、言うだけ言った興奮のあまりだろう。今度は、親へのすすり泣く声が、ひっそりとかすかに聞こえていた。いいまた左衛門は、 やがて肩を上げ、よく通る声をひときわ張ってから、こう言い出した。青木村百姓、矢之助、その方給料したる事務所の不礼によって、その陣に参り、関ヶ原において、ナイフ様御軍勢に敵対したるギフト時とはいえ、百姓の身として利妃を知らず、なお、この度、次訴しいでたる仕方神妙につき構いなし、こう言って、ふと調子を変えた。また、 領主一代の大切なる合戦と聞き、不礼に応じて陣へ参ったる司祭は、平イゼすきくわを持つみながら、領民として、恩義を忘れぬ心がけ武士に劣らず、あっぱれにおぼしめさるるによって、しじみ谷の川筋一帯、電池二丁、三輪五丁、英体無役にて暮らしおかれる、ありがたくお受けいたせ。ああという泣き声が高く上がった、原女が泣き伏したのである。 また左衛門は、そこで、お八重の名を呼び、か弱き身をもって、病夫を抱えながら、矢之助母をいたわり、辛労よく忍耐したる始末神明をであるとて、電池三輪合わせて、市長を使わすと言った。親へは顔を上げて、それはお受けができないと答えた。娘一人でございますから、電池三輪をいただきましても荒らしてしまうに違いございません。それでは、 申し訳がございません。それでは申し訳がございませんから。もっともな申し分である。しかし、それは、矢之助に相談すればできぬことではあるまい。留守中世話になったのだ。矢之助も嫌と申さぬであろう。事態は相ならんぞ。こう言って、又、ま、左衛門は姿勢を正し、庄屋と名主の名を呼んだ。これまでのことが、すでに異相外だったし。 その呼び声の調子が厳しく凛烈だったので、二人は身を縮めながら地面へ額をすりつけた。庄屋年より、名主組頭たる者は、自子を慈しみ困窮を救い、相助けて、心の平穏を図るのが務めだ。しかるに、その方どもは、旧領主の負け戦を幸いといたし、又次郎、矢之助ら留守宅の者なりを不当にかすめ、 電池を取り上げ、弱みにつけ込み返せりしたる上状不届き至極である、きっと申しつくべきところだが、おぼしめすところあって、この度は、さたなし、ただし、やのすけぼし、お八重の今後をその方どもに預ける、いささ語りとも、そりゃくの、扱いある場合は、村役は、もちろん一村堅いに申しつくるゆえさよう心得ろ。吟味は終わった。死されと言って、 また左衛門は座を立ったはをっ七帰ってきた人々の話を聞いて青木村は目に見えない雪崩に襲われたような騒ぎが起こった自分たちが足元に踏みつけていると信じたものが今や逆に彼らの頭上へのしかかってきた好き勝手に振り回しているのが今度は自分たちの振り回される番になったのだ矢之助は遠慮するだろうかいや 彼は帰るとすぐにしじみ谷の川筋5丁、日本柳と横橋とに建てた水入り禁止の標木を抜き捨てた。庄屋と名主とに掛け合って電池山林を80の分をも含めて11丁分の地割りを定め高宮の陣屋へ届け出た。狭い青木村の地内11丁分はほとんど5分の1にあたりしかも上田は3分の1以上を含められる。 矢之助は黙って、少しも容赦のない態度で、これだけの始末をつけた。こうしているうちに年が明け、正月中旬を過ぎると、お八重の亡き父平助のご七日にあたる日、法要をするからということで、村人たちの主だった者が、本州寺へ招かれた、招き主は親いと矢之助である。この二つの名が、村人たちには、どんな想像を与えたか言うまでもないだろう。 ことに名主玄衛のところへはおじ家を同伴するようにと念を押してきたこれはたちまち村中に広まり人々の興味をひときわそそった法要はつつましく行われたかつては見殺し同様にした人たちがうやうやしく仏前に抵当し焼香をした庄屋六平寺も玄衛もおじ家もその他17人の村人たちがそして 中には涙を拭くものさえあった。式が済むと、逆まで茶化が出された。その時、矢す助が、摂取の席に直って、参会してくれた例を述べた上、改めて聞いてもらいたいことがあると言い出した。今度村へ帰ってから、私のしたことを見て、あなた方は、どう思いなすった彼は、静かにこう始めた。捕まって首を切られるはずが、お褒めに預かり、電池に帳。 三林五長、しじみ谷川筋一帯を永代無役で頂戴した。さぞいい気持ちだろう。こう思っておいでじゃないだろうか。もしそう思うとすれば大きな間違いですよ。私は、そんなものは欲しかない。他にもっと欲しいものがあったんだ。何だか分かりますかね元のご領主様からお触れが出て、御陣へ参るためにこの村を出て行くとき、矢之助は、そこで、 両手を拳にして膝へ置いた。あなた方は、幾度も祝え酒をしてこう言った。後のことは、心配するな。どんなことがあっても残るものに、不自由はさせない。家のことも他のことも、案ずるには及ばない。くどいほどそう言ってくれた。私、そのつもりでいたんだ。負けるか勝つか、そんなことは知らない。ご領主様一代の大切な合戦だというから。そして、 この村からも、誰か出ずには済むまいと思うから出た、百に七十は生きては帰れまい。けれど、討ち死にをしても、母や女房の駒。親へが、泣きげん女が泣いた。そして、村人たちの頭を垂れ、手を膝に下ろして、息をつけずにいる席の後ろで、おじかの声を振り絞りながら泣き伏すのが見えた。おじか、こっちへおいでやのすけは、目頭を拭きながら呼んだ。 お前は家の嫁だ、ここへ来てお座り。いいから来てお座り。だが、おじかは泣くばかりだった。矢す助は立って行き、拒もうとするおじかを抱えるようにして、自分の脇へ連れてきて座らせた。皆さんもよく聞いておくんなさい。わずか四十日ばかりでも、おひたと私は夫婦だった。舅殿ガルスに来て縁を切ったというが、両人の私は、 離縁した覚えはない。今日から、また家へ戻ってもらいます。お母さん、彼は、げ女の方へ向き直った。私の留守中、おじかは、良い嫁じゃなかった。けれども、それは私が至らなかったからだ。40日も一緒にいて、嫁らしい嫁にできなかったのは、私が足りなかったからだ。これからは、いい嫁になってくれると思います。 戻してやっておくんなさい、お母さんを頼み申します。すべてが収まるように収まってから、矢之助は、水口駅の天和問屋へ出かけていった、権利役を辞める届けをするためである。暗いうちに家を出た彼が、丘を一つ越して八幡村へ入った時白々とき、しらじらと開けかかる田道を、二人の男が湖の方へ行くのと出会った。なむあみだ、なみあみだと、 一人の老人が剣焼いていた。なんてえ冷えだ、骨までみしミシ友いこんな日に出てくるなんて、きっと、仏様の罰が当たるだ。もうかももお使命だ。と、片方が水花をすすりながら言った。やっぱり千本杭へ行きゃよかった。でなければ、ない子の知りえよ、あさこじゃ、なんでも、寒中に千葉取ったってえことだ。エバが変わっただよエバが。 あの時の二人だ。弥之助はふと心が軽くなり微笑さえ浮かべながら彼らとすれ違いに道を急いだ。